先日スターピースカンパニーから発表があり、ツガンニア4は市場開拓部の指導のもと、スターピース憲章に基づき独立自主の市長連邦国家を創立。市長連邦国家の創設はツガンニアにとって重要な歴史的意義があります。これにツガンニア4はデネス、プルーチェン、ドナウの三大聖系が交わる無主地帯に位置しており、今ではこの星に定住する知的生命体はほとんどいません。彼らは複数の種族に分かれ、ツガンニア、ツガンニア、乾ききった暴風の目、神々に見捨てられた地、意志はあっても水はなく、雷はあっても雨はなく、血はあっても涙はない、流星で我々を撃ち、風雷で我々を鍛え、裂けた大地で我々をはむ、あなたは我らに蜂蜜の名を与えながら、屈強という名の剣の下に置いた三つの目を持つ地母神よ、この声が聞こえたなら、どうか目を開けてこの子を見てください。あなたがこの子の父親を連れ去った時、この子はまだ羊水の中で眠っていました。そして今、私も夫のいる場所へ向かっている。私は自分が安らかに行くことなど望んでいません。ただ産着で眠る我が子が、母の鼓動を、雨降る大地の音を夢見ることができるか教えてください。命とは刹那に過ぎ去る夢でしかないのか教えてください。そうでないなら、なぜこの子は生まれたばかりで死を迎えようとしているのでしょうか。お母さん、お母さん、お母さん、雨だよ、雨が降ってきた。雨、雨、そう、雨だよ、本当だったんだ。あのよそから来た人たちは嘘なんかついてなかった。あの人たちが本当に雨を呼んだんだ。お母さん、これでここから出られる、家に帰れるよ。家に帰る。三つの目を持つ地母神よ、あなたなのですね。私の祈りが届いたのですね。ありがとうございます、ありがとうございます。坊や、聞いて、これが雨の音よ。あなたが生まれた日、天もこうして地母神の恵みを降らせてくれたの。あなたは幸運な子、祝福された子。あなたの名前と同じように、神がエビキンに与えてくれた贈り物。ああ、坊や、地母神があなたのために三度瞳を閉じますように。
あなたの体を流れる血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。この悲しい世界へようこそ、カカワーシャ。カカワーシャ、どこに行ってたの？怪我してるの？それを取り返しに行ってたんだよ、お姉ちゃん。あの人たちのところに行ったの？危ないじゃない！こんなネックレス、食べれるわけでも飲めるわけでもない。これがなくても生きていけるけど、弟のあなたはいないとダメなの。もう二度とあのカティカ人たちには近づかないって約束していい？お姉ちゃん、そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。バカなカティカ人なんかより僕の方が頭がいいから。あいつらとゲームをすると絶対に僕が勝つんだ。勝つ？一体何があったの？詳しく教えて。あいつらと賭けをしたんだよ、砂漠の2羽の鳥と僕、どっちが先に死ぬかってね。それで僕が勝ったんだ。あいつらは僕がイカサマしたんじゃないかって疑ってたけど、そんなことしてない。ちゃんと正々堂々勝負したんだ。うん、あなたなら勝てるだろうね。あなたは昔から運がいいから。その幸運は地母神からの贈り物なんだよ。でもだからってカティカ人と張り合っていい理由にはならない。彼らは血に飢えていて残酷で強欲なんだから。お父さんとお母さんのことを忘れないで。これはただのネックレスだけど、カカワーシャ、あなたは私の最後の家族なの。うん、お姉ちゃんごめんなさい。僕お姉ちゃんに喜んでもらえると思ったんだ。これはお母さんの形見のネックレスだから。もうこんなことしないよ。もちろんネックレスは大事だけど、私にとってはあなたの方がずっと大切なの。だって最愛の弟なんだから。あなたを責めるつもりはないけど、お母さんの言ってたことを忘れないでね。苦しみと貧困は地母神の試練。でも地母神は私たちにチャンスも与えてくれた。それがあなたの幸運だよ、カカワーシャ。あなたの幸運は私たち、うん、全てのエビキン人にとって最も貴重な宝物なの。あなたは地母神の祝福を受けた子供で、一族を幸福に導ける。だからちゃんと自分の身を守って、苦しみや貧困を憎まないで。分かった？うん。言うことを聞いて地母神に誓うの。うん、分かった。僕は地母神に誓ってこの財産を守り続ける。でもお姉ちゃん、もし三つの目を持つ地母神が本当に僕たちを見守ってくれてるなら。お父さんが龍砂に飲み込まれた時、どうして助けてくれなかったの？お父さんは地母神に捧げる供物を用意するためにカティカ人のところまで行ったのに。お母さんが僕たちの腕の中で冷たくなっていった時、地母神はどこにいたの？お母さんは最後の瞬間まで地母神に許しを求めてたのに。お姉ちゃん、みんな僕のことを賢いって言うけど、僕にはわからないんだ。全ての雨が地母神の許しと恵みだって言うなら、
僕たちは一体どれだけの過ちを犯して死ぬためだけに生まれてきたんだろう。戻ったか、35番。そのお守りは気に入ったか。商品コードもお守りになるのか。黙れ、発言を許可した覚えはないぞ、ツガンニアのハイエナめ。あの黒いスーツの連中は多くを語らなかったからな。お前が一体どんな手段を使ってあの大虐殺を生き残ったのかは知らねえ。だが俺はお前が幸運だと思って買い取ることにした。今後お前とお前の運は俺の財産だ。わか？お前への最初の命令は至ってシンプルだ。俺はお前の他にも34人の奴隷を買った。そいつらとゲームをしろ。2日間生き延びることができればお前の力が本物だという証明になる。狂ってるな。ただの検品だ。購入費用が無駄になるのが怖くないのか。金なら有り余ってるからな、金髪小僧。半成形奴隷市場にはお前みたいな身の程知らずなクソガキは腐るほどいる。だがお前は見た目が悪くない。だから大勢の客がガリガリに痩せたお前にかけてるんだ。さあ行け、俺を失望させるなよ。いくら使った？ああ、なんだって？僕の価格さ、一体いくらで僕を買ったんだ？知りたいか。ええだろう、知りたいなら教えてやる。60タガンバだ。あんたと賭けをしたい。60の半分、30。もし僕が生きて戻れたらそれを僕にくれ。賭けるかい？俺と賭けをしたいだと？なかなか骨があるじゃねえか。だが悪いな、それはできねえ相談だ。奴隷、自分の立場を忘れるな。お前にはテーブルにつく資格なんざないんだよ。お前はただのチップ、他人に握られて投げられるだけの命だ。さあ主人のためにもっと多くのチップを持ち帰ってこい。それができないなら二度と帰ってくるな。オールオアナッシング。俺の顔に泥を塗るんじゃねえぞ、ラッキーボーイ。ビルポインターホットラインによると、恐ろしいエイジハゾアベンチュリン事件に大きな進展があり、容疑者が逮捕されたとのことです。この詐欺事件はスターピースカンパニーと博識学会の複数のセクションを巻き込み、多くの人的物的リソースを消耗させ、カンパニーに巨額の損失を与えました。本事件の容疑者はツガンニア4出身かつ第二次カティカ・エビキン絶滅事件の生存者の一人であり、生還難民渡航証を所持していませんでした。
戦略投資部責任者ダイヤモンドの指示のもと、カンパニーは検証の精神に基づき容疑者に対して適切な対応を取り、引き続き調査を行い、その犯行動機を明らかにするとのことです。本当に綺麗な目ね。教えて。それは夜になると光ったりするの？もしそうならとっくに売り払ってるだろうね。あなたの目が永遠に閉じられることをどれだけ多くの人が望んでいるのか分かってないのね。奴隷のあなたが主人に反抗するなんて許されないの。でもあなたはあの男を倒してみせた。あなたを弁護する度胸のある弁護士はいないわ。どうする？自分で無罪を主張してみる？それは別に難しいことじゃないけど、意味がない。自分の弁舌によっぽど自信があるのね。博識学会を騙した時も同じように思っていたの？僕は望みを叶えてあげただけ。君たちは完璧な健在を欲しがってた。そして僕は一つの可能性を示した。これはちょっとした賭けだったのさ。運が良ければカンパニーはエイジハゾの鉱山の中からあらゆるものを掘り出せただろう。砂の王の残骸すらもね。君たちは運が悪かったんだ。その点は否定しないわ。でも私が興味を持っているのは、これほど大規模な詐欺が行われたのに、どうして犯人を含め誰も利益を得ていないのかということよ。レディ、僕は自分の欲しいものをとっくに手に入れてる。君の前に連れてこられ、次の大きな賭けに出るというシチュエーションをね。なら、この2回目の大博打について話しましょう。教えて。今回は何をかけるつもりなの？僕の命だ。君が僕を処刑場に送らないことにかける。それで、あなたの望みは？君たちのラーナに会わせてもらいたい。話があるんだ。その後は？金が欲しい。そんな簡単な話じゃないでしょう。そんな簡単な話さ。三重タガンバ、ちょうど僕の命の値段の半分だ。多くも少なくもない。その金さえあれば、僕は君より高い地位に上り詰め、もっと多くの富を手に入れられる。でも君は僕に与えようとはしないだろう。だから彼を呼んでくれ。面白いじゃない。でも残念、ダイヤモンドはあなたに会いに来ない。誰も彼には会えないの。だから今私がダイヤモンドの代理人として彼の代わりに決断を下しましょう。あなたは間違っている。三重多眼場どころか、もっと多くのものをあげるわ。富、地位、権力。カンパニーはあなたが望むもの、望まないもの、すべてを与える。カカワーシャ、いい名前ね。残念だけど、この名前は土に埋もれる運命にある。でもあなたは生き延びる価値があるわ。私たちのためにさらなる富を作り出すのよ。さあ、自分の好きな服と肩書きを選んで、それを活用しなさい、坊や。あなたの計略がいつまでも露見しないことを祈ってるわ。もちろんね。
ここでお別れだね、カカワーシャン。もうすぐカティカ人が来る。どうして？カティカ人は僕たちのお金も食べ物も奪って、お父さんとお母さんまで殺したのに、これ以上何が欲しいの？カティカ人は血に飢えていて残忍で欲深いの。彼らは全てを手に入れたいと思ってるから何も得られないままなんだよ。これは計略であり復讐でもある。覚えてる？今日はカカワの日。そう、あなたの誕生日なの。彼らはエビキン人がこの日に必ずお祭りを開くことを知ってる。この雨を利用して彼らは私たちの荷車を壊し、全てを奪いに来る。でもカティカ人たちは、今回私たちが抵抗しようとしてることも、空から来た黒い服の人たちが私たちの味方をしてくれることも知らない。彼らがいればカティカ人に勝ち目はない。必ず自分たちの傲慢さの代償を支払うことになる。この雨がなければカティカ人は行動を起こさないし、私たちもチャンスをつかめない。これは全部地母神のお恵みなの。そしてあなたはカカワーシャ、あなたの幸運がお姉ちゃんが成功するよう守ってくれるんだよ。でも誰か死んじゃうかもしれないし、お姉ちゃんだって危ないし、これのどこが幸運なの？どうしてこんなことするの？エビキン人は必ず仇を討つ民族だからだよ。地母神が私を呼んでる。お父さんとお母さんも私を待ってるから答えないといけないの。でも地母神はあなたが生き残れるよう幸運を授けてくれた。あなたが生きている限りエビキン人の血が絶えることはない。だから逃げてカカワーシャ、怖がらないで。絶対に振り返っちゃダメ。山の向こうへ行くの。雨はあなたと共にある。きっとあなたを守ってくれるから。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で再会する。地母神があなたのために三度瞳を閉じますように。あなたの体を流れる血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。さようなら、カカワーシャ。スターピースラジオが本日のニュースをお伝えします。カンパニー市場開拓部のスポークスマンによると、ムシュセイクッツガンニアで小規模な反乱が起きたとのこと。現在状況はコントロールされている模様です。反乱を起こしたのはカティカという部族で、この部族は長い間カンパニーに対して不満を抱いており、市場開拓部の現地での活動にも深刻な悪影響を与えていました。カティカはカンパニー保護下にあるエビキン族に大規模な襲撃を仕掛け、判明しているだけでも6728人が死亡、3452人が行方不明となっています。負傷者は現在医療救助組織トラウマフロントが受け入れており、スポークスマンはこの深刻な人道的災害に深い哀悼の意を示すとともに、全生還市民に向けて本件に関する重要なスピーチを行いました。最後彼は、私たちが生まれながらにして持つ基本的権利を守るため、生死、種族、思想にかかわらず、孫悟の大槌は全ての生命に振り下ろされるでしょうと述べました。